あれは、あれは林正寺の剣法。シャンレン。え？似ている。名前は聞いたことがあったけど、きっと母さんが若い頃に修行に通っていたんじゃないかな。私は母さんに剣を習ったの。なかなかの腕前でしょ。ああそうだね。とてもその綺麗だったよありがとう。あなたも旅の途中？ああ西へ向かうところで。すごい、私もそうなんだ。あなたはどうしてこの町に来たの？それは別に偶然だよ。そっか、それじゃあ運命だね。お主の心には影が宿っておる。ねえ、私はシャンファ、あなたは？俺は…おい、キリ君、なんだ、連れができたのか。へえ、お前も隅に置けねえな。いや、そんなんじゃ。いいじゃない、方角も一緒なんだし。よろしくね、キリ君。え、あ、あ、ナイトメア、そいつがソウルエッジの持ち主だってのか。そうらしいよ、私の調べによるとね。ご大層な名前じゃねえか。ああ、うん。整理しよう。奴らは徒党を組んでる。ナイトメアってのが奴らの大将。俺の追っているバケモン野郎はアスタロスって名前らしいが、そいつの仲間だし、その他に例のトカゲ野郎、それからアイビーっていうムチみたいな剣を使う女もいるそうだ。かなりの手勢と思っていいだろう。軍勢と言っていい規模かもね。ナイトメアの軍団は神出鬼没で、あちこちに現れては無差別に住人を殺して回っているって。とんでもない奴らだな。で、奴らの目的は？さあ、キリ君、お前の師匠は何か知ってるんじゃないのかよ。それはわからない。わからないことが多すぎるよ。でもいずれは相まみえることになる、そんな気がする。いずれねえ。指令に変更はない。了解した、今から接触する。
この程度ならここで倒れる運命だな。確かだったようだな。一つだけ教えてやろう。ナイトメアが拠点にしているのはオストラインスブルクと呼ばれる廃城だ。ソウルエッジを求めるならその地を目指すんだな。なんだって？君は一体。キリクのこと狙ってたよね。それは君も巻き込まれてしまうことになるから。何よ水臭いな。じゃあ私から話すね。私もキリクに隠してたことがあるから。私もね、ソウルエッジを探してるの。え？私の国はね、民国って言って、知ってるよね。今大変な時代なんだ。国が荒れて、それで皇帝陛下が直々の命令で国を救う英雄の剣を探してこいって。それがソウルエッジ。英雄の剣探索が私の任務ってわけ。私こう見えて軍人なんだよ。びっくりした？だからさ、私だってとっくに巻き込まれてるんだ。ああ、こん
な話をするのは初めてだよ。絶対秘密だったんだけどな。ねえ、これでもダメ？そうだな、ごめん。シャンファには話しておかなければいけない、そんな気はしていたんだ。つまりソウルエッジは英雄の剣なんかじゃない、邪剣なんだ。そっか、キリクがそう言うならそうなのかな。私もさ、本当はおかしいなって思ってたんだ。英雄の剣なんかで国が救えるのかなってずっと疑問だった。よし、決めた。私キリクについていく。え、でも私にとっては任務も大事だけど、でも私本当のことを知りたい、この目で確かめたい。じゃあさ、この旅が終わったら、そしたらキリクが私の国まで送ってよ。責任持ってさ。あ、マキシも一緒にね。約束だよ。仕方ないな、運命か。運命が何だっていうの。そりゃキリクが大変な運命に巻き込まれてるのは本当かもしれないけど、でも母さんがいつも言ってたよ、運命は自らの手で切り開くものだって。なんちゃって。ああ、なんでもないんだ。はい、何でしょう。あ、いえ、そのあなたがなんだか悲しそうな顔をしていたから。え、そうですか。失礼ですが、旅の方？あ、はい、まあ私もなの。あ、いえ、私はこの町のものだけれど、旅に出る前に祈りを捧げるためにこの神殿に。あなたは戦う人なのですね。え？私もね、戦っていたんです、長いこと。だからなんだかあなたのような顔をしている人のこと放っておけなくて。やらなくてはならないことがあるんです。そうやって戦う理由を見つけて自分を追い詰めてしまうのね。私もそうだった。自分ではどうにもできないこともあります。運命と人は言うけれど、それは本当に準ずるべき道なのかしら。不安なんです。怖いのね、心の影が。つきまとって離れない、この体に付き従う影帽子のように。救いはあるわ。過去を振り捨てて自分だけ救われようなんて。過去を忘れないことは悪いことじゃない。思い出の中にはいつだって大切な人がいる。でも過去は過去。私は思うの、あなたには今守るべき人がいるんじゃないかって。だからそんな顔をしていたらダメですよ。はい。なんだか変な話をしてしまったみたいですね。うん、私はもう行かなくては。大丈夫ですか？ええ。痛みは過去から来るものね。無事を祈ります。あなたも気をつけて。今、守るべき人か。
ねえ、本当にこの道でいいの？そのはずだけど。マキシともはぐれちゃったし、なんなのよもう。気をつけろ。ここまで来てしまったか。何？うん、これは、この程度で身動きが取れなくなるか。そんな状態でソウルエッジを相手に勝機があると思っているのか。甘すぎる。それは人の身には過ぎた力。邪剣と接触する前にここで確実に始末する。ちょっとキリ君、やらせないんだから。なぜ邪魔立てする？お前は本来邪剣とは無関係、おとなしくしていた方が身のためだぞ。そんなの私の勝手じゃない。それに私にだって譲れないわけがある。その剣、何かあるの？だが、これはどうかな？何？どうした？来ないのか？自力で邪気を制御したか。いいだろう。だが、気をつけることだ。ソウルエッジの力は、今までにないほど高まっている。お前が影に見入られたのならば即座に始末する。確かに警告した。風魔の忍びの目からは逃れられんぞ。キリ君、大丈夫？ああやはりソウルエッジ絡み、一筋縄ではいかないな。
この森を抜ければ。ああ、感動のご対面ってか。案外すんなりと行くかもな。でもまた変なのが出てきたら、私トカゲは嫌だな。げっ出やがったな。マキシ、突出しては危険だ。え、あ、ちょっと待ってよ、二人とも。誰よ、卑怯なやつ。異性がいいわね、気に入ったわ。とかって女剣士ね。何よ、やる気なの。分かってるの、追い詰められてるってこと。その元気がいつまで続くか試してあげる。このくらい切り抜けてみせるんだから。私だってやるときはやるんだから。シャンファ大丈夫か。潮時か、義理は果たした。あとはナイトメアの元へ行こうと何をしようと好きにするがいい。あ、待ちなさいよ。行った。シャンは、その足、手当てをしないと。ああ、焦らなくてもいいぜ。奴らの城はすぐそこだ。厄介だぜ。へいへい、王国の通りだぜ。なかなか正面から現れるとは間抜けな奴らだ。ここは俺に任せろ。会いたかったぜ、この化け物が。わざわざ死にに来たか。なんだと。君は助けてくれるのか。こっちだ、早くしろ。え、ちょっとマキシは。いいから先に行け。くしゃぐな、おえ逃がすな。前の相手はこっちだぜ。
家の敵は俺が撃つ。虫けら風情が返り討ちだ。バトル1ファイト。クソ野郎が黙ってろ。うるせえな嫌いだ。もらった。グズグズするな。足の怪我が。戦えないのであれば置いていくまでだ。まさか見くびらないでよね。ここは悪いが、俺には俺の任務がある。あとはお前自身の力で何とかしてみせろ。ああ、ありがとう。シャンは、やはり君はここに残って。冗談、ここまで来てすごすご帰れるもんですか。覚悟はできてるわ。うん。
私やるわ。バトル1ファイト。ディエンおやけん。Battle 2! Fight! おやけよ!
て、これが私の決意よ。KO。 やった。シャウレン、力を貸してくれ。バトル1、ファイト。ハイタ、俺が、俺であるために。許せ。やめて、無事で、ここだ。許せ。やめて、凍らせるんだ、俺の手で。
シャレ。末法鏡、残念だったね。いいんだ。ねえキリク、ちょっと手を出して。これはちゃっかり拾ってきちゃった。シャンファ、これは君が持っていてくれないか。え、でも。お願いだ。わかった、ありがとう。大事にするね。ああ。The swords once again left their mark on history, and still the march of fate continues onward.
legend will never die.